ウォーターボトルフリップ。ボトルフリップは、ペットボトルを使った遊びの一つ。一定量の液体が入ったペットボトルを空中に投げて回転させ、キャップか、底に直立させる。ボトルフリップチャレンジや水を使うことが多いため、ウォーターボトルフリップなど呼ばれることがある。2016年に、ノースカロライナ州シャーロットのアードリー・ケル高校の素人園芸大会で当時高校生のマイケル・セナトーレが発表の中で水が入ったペットボトルを1回転させてテーブルに着地させた。それを撮影した動画が YouTube で600万回以上再生され流行となった。ボトルフリップには部分的に空のプラスチック製の水ボトルを取り、ボトルのキャップ付近を持って行われる。力は回転力によって、ボトルの底が人から離れるように回転し、成功するとボトルは直立する。さらに、ボトルが上下逆さまに、またはキャップの上に着地する場合があるが、ボトルをひっくり返して直立させるよりも、はるかに難しい。ボトル内の液体の量は、ボトルフリップが成功するのか大きく影響し、実験的にボトルの約3分の1を満たすと成功率が向上することが報告されている。ペットボトルの種類も成功に影響し、アメリカではディアーパークスプリングウォーターという会社の飲料水は砂時計の形状であるため成功しやすい。ボトルフリップは多くの場合入手しやすいことから使い捨てペットボトルで行われるが他の容器でも使用することができる。また流行の発端となったアメリカではボトルフリップの成功後にダブダンスを行うことが多い。活動の背後にある複雑な物理学は、流体力学、射砲投射、核運動量、向心力、重力の概念を取り入れている。2018年、オランダの学生と教授のグループは、核運動量の保存、そして最も重要なこととして、ボトルに沿った質量の再配分を含む、水のボトル反転の最小モデルを開発。このモデルは、ボトルフリップに、最適な充填率は 20% から 40% の範囲にあると推定している。また、ボトルフリップを題材にした、モバイルアプリケーション、ボトルフリップ 2kg16 は、リリースの最初の月に300万回ダウンロードされた。2018年12月16日に、スキルコン2018が開催されていた、アメリカのラスベガスのリオオールスイートホテル&カジノにおいて、ジョシュ・ホートンがアイマスクをして60秒間に、ボトルの360度完全フリップを27回成功させた。ありがとうございます。